久しぶりだな、セルヌンティウス。俺を探してるっていうのはやっぱりお前だったか。捕虜の解放。余計なことをやってくれたな。罪を償う前に解放は気持ちが悪いか当然だ。ならそっちの方が罰としてはいい。黙れ。お前にいくつか聞きたいことがある。なんだお前はグリードンを殺したのか殺してない。本当かああ。正確には殺せなかった。まだ息があったサモエドが、グリードンに気づきどこかに飛ばした。どこに飛ばしたサモエドに聞け。 魔族を生き返らせる魔法はない。誰だ言ってた。勇者さん本人だ。なら嘘じゃないのか私もそう思ったが、この嘘はあの人も得がない。それはそうか。グリードンの目撃情報はいくつかあった。とにかく俺はどこにいるかはわからない。そのようだな。私たち以外に、グリードンについて聞きに来た人はいるかああ、一人だけいる。誰だ奴の親だ。わかった。それだけ聞けたら十分だ。私たちはもう行く。お前はこの後どうするんだ一度王の元に戻る。そうか。 その後、ムンクを殺しに行く。そうか。止めないのか。私は部外者だよ。けど、一つアドバイスだが。ムンクは殺しても生き返るよ。分かってる。何か考えがあるのか当たり前だ。もう一つだけ質問をいいか。なんだなんでお前はハゲてないんだ理由によっては私も敵だぞ。